12周年バスラ開催記念バスラでやってほしい曲紹介後編です、ね、後編です。今回ね、あのデイ1からデイ4まであって、それぞれそのデイ1だと2012年から14年まで、デイ2だと15年から17年までみたいな感じで、その時のね曲をその日ごとにやっていくみたいなコンセプトでやってるので、そういうこの時期がね決まってるからこそ、普段この全体ライブとかではねやらないような曲とか、実はあるような隠れ名曲とかについてちょっと今回3曲ね紹介していこうかなという形になります。12周年バスラ開催記念バスラでやってほしい曲紹介後編です。後編です。はい、どうもダイルのレンタです。ヨウジです。レンジです。はい、この動画ね実は後編でして、あの前編の方で喋ってるんですけど、今回ねあのデイ1からデイ4まであって、それぞれその2000デイ1だと2012年から14年まで、デイ2だと15年から17年までみたいな感じで、その時のね曲をその日ごとにやっていくみたいなコンセプトでやってるので、そういうこの時期がね決まってるからこそ、普段この全体ライブとかではねやらないような曲とか、実はあるような隠れ名曲とかについてちょっと今回3曲ね紹介していこうかなという形になります。で、ね、前回の動画で Day1 と Day2 の方を紹介しましたので、今回の動画では Day3 と Day4 についてね紹介していこうと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、じゃあね、まあ前編と一緒でね、エンタ、ヨウジ、レンジの順でやっていこうと思います。はい、今回のね、デイ3なんですけど、2018年から2020年まで、で具体的なね、あのシングルで言いますと、アンダーアルバム、僕だけど君から、でまあシングルで言うと20枚目シンクロニシティから25枚目のね、幸せの保護色までとなります。で、この後のところがですね、コロナの期間でシングル発売していないので、配信シングルとしてね、あの世界中の隣人よと、ルート246、この2曲も対象外になります。はい。まあね、今回、まあね、この時期になるとですね、僕らがもうオタクをやってて、もうそのリアルタイムで追ってた時期にもなりますので、まあ、ちょっとね、どうしようかなって迷ったところもあったんですけど、まあ、今回僕が選んだ3曲のうち1曲目が、自分のことになります。おで、こちらの方がですね、僕だけの君、アンダーアルバムの僕だけの君の曲になります。こちらはですね、一期生の中本姫香さんという方の卒業のね時のソロ曲になっていて、まあ、この曲なかなかね、もうその姫さんが卒業してるっていうのもあって、結構普段やらないんですけど、めちゃくちゃ好きなんですよね、この曲。めちゃくちゃいい曲だし、結構その合唱とかでやるっていうのもあるんですけど、できればね、ちょっと僕の希望を言うなら、ソロで誰かがやってるのを見たいなっていう部分があります。続いて2曲目が、キャラバンは眠らないになります。でこちらがですね、22枚目の帰り道は遠回りしたくなるに収録されている曲なんですけど、うん、この曲はですね、普段なかなかやらないんじゃないかなということで、うん、確かにそうね、聞いてないな。そう、なかなかやんないんじゃないかなと思うんですけど、この曲も、まあ、結構好きでなんかね、ぜひともなんか聞いてほしい、やってほしいし、なんかみんなに聞いてほしいなっていう思い半分で選ばせていただきました。最後3曲目になります。さよならステイウィズミーでございます。おー、また珍しい。でこちらがですね、25枚目の幸せの保護色の時になります。まあね、この保護色の曲っていうのがですね、このなかなかその保護色が期間がもうコロナとドカブリしてまして、コロナの出始めとドカブリしてて、正直ライブができなかった期間になるんですよ。その配信ライブとかも始まる前の、その全然ライブぽっかり空いてる時期、ぽっかり空いてる時期なので、ちょうどここら辺の曲っていうのはなかなかそのライブでやってなかったんじゃないかなとも思ってて、そこでね選ばせてもらいました。でこの曲ね、もうめちゃくちゃ曲が好きで、ね、歌詞とかがめっちゃ好きなんですよ。サビの最後にね、一生分の一を私にください、 Stay with me っていう、ね、歌詞があって、そこのところがめちゃめちゃ好きですというところで、僕のそうなんですよ、ちょっと曲の思い出みたいな感じになっちゃうんですけど、ぜひね曲聴いてみたいなというところで、僕の紹介を終わりにします。以上です。じゃあ続いて私ヨウジがやってほしい3曲なんですけれども、はい、
このね時期ちょうど2018年から2020年までだと、うん、今の3期生と4期生はもう加入してて、うんうん、で5期生だけまだいない時期だと思うんですけど、うん、だ4期がそう時期によってまだいなかったりするけど、まあ、3期は完全にいるねみたいな。であえてねこう帰省曲を3曲選んだんですけども、はいはいはい、まあねこれ順番にちょっと発表していきたいと思います、はい、まず1曲目アゲインスト、おこちらを3期生にやっていただきたいなと。もうそこ決まってんの、はい、あのどの曲を何期生っていうのを決めてて、なるほど、帰省曲なんだけど、だアゲインストって1期生の帰省曲なんだけど、だ、ね、まあ、1期生いないじゃないですか、うん、だからそれを3期生がやってほしいなっていう気持ちがありました。ああなるほどね、はいはいはい、ちょっとね今の3期生アゲインストやったらすごいかっこいいんじゃないかなと思ってまして、うん、はい、選ばさせていただきました。2曲目、ときときめきめき、ときときめきめきをこれを4期生にやってほしい。ああ逆に、あなるほど、ね、結局まあ時々メキメキを3期生がやるっていうのは結構よくやってるじゃないですか、まあ、ベタだなのでそうなった時じゃあ5期生やる曲ないじゃんってなっちゃうので、こあえて帰省曲を他の帰省がやるっていうのが面白いんじゃないかなと思いまして、時々メキメキを逆に4期生にやってほしいなと思いまして、2曲目こちら選ばさせていただきました、うんうん。じゃあまあラストは5期生にやってほしい曲なんですけれども、はい、IC そうね、もうど真ん中だね、ほんと要はアゲインスト3期生、ときときめきめき4期生、うん、IC5 期生っていう風にやったらライブめちゃめちゃ盛り上がるんじゃないかな。3曲とも強いからね、正直だここもうなんなら流れでなんならやってほしいなっていう。ああいいね、結構コーナーでありそうだね。3、4期生ライブって昔あったんですけど、うん、そこスイッチしてめちゃめちゃ盛り上がってたんですよね。結構3、4期生ライブで、あったあった。あった3期生の曲4期生がやって、4期生の曲3期生がやるみたいなのをすごい盛り上がった思い出があるんで、ね、これもね、やったら間違いなく盛り上がるんじゃないかな。だって、ね、5期生好きな人さ、IC5 期生やったらやばいでしょ。やばいよ。やばいでしょ。やばいよ。そうだ、いたわ、うちに。何でも好きだよ。そう、だから、そうすれば、そう、5期生も、ね、この頃まだ入ってないんで、もちろん5期生曲ってあるわけないので、うん、逆にね、面白いんじゃないかな。いいね。はい、思いまして、この3曲選ばさせていただきました。以上です。ラスト、レンジなんですけれども、コンセプトは、コンセプトというか、まあ、共通点ですね。この時期の岩本蓮加は最強。おお出たー、はい、いや振り返って、なんか曲がなんか曲を思い浮かびそう。曲を振り返ってたら、えこの時蓮太こんなにいい曲めっちゃもらってんのっていうのに、俺もじゃあ1曲かぶってる気がするもん、ね、はい、まあそこはねもうだからそれは1曲目なんでさらっといきます。トキトキメキメキです。もうこれはもうあなた選ぶでしょうねって感じ。殿下の王道、いやもうなんか逆に王道すぎて選ぶか悩んだけど、他2曲ピックした時にいやこれはもうこの時期の練炭を象徴するこの曲入れないでどうするんだってなりました。国家って言われてる曲ですか。国家斉唱って言ってましたから。そういう国に住んでらっしゃる方だったから本当。そう、コロナ前のライブはトキトキメキメキやった後はもう酸欠で次の曲ほとんどコールできないが連弾推しのノーマルだったから、そう、いや、ま、この曲はまあ多分、まあ、3期がやるにしろ他の規制がやるにしろ多分やるとは思うんですけど、ぜひみんなではっちゃけれればなと思います。で2曲目、まあ、こちらユニットなんですけれども、平行線でございます。ごめん、あのユニットって言われた時に、あの平行線だね、そうですね、平行線だねってそうなるよね、この時期でね。この曲は本当に可愛いから、うん、好き。もうね、いやまあただちょっともう折り面5人揃わない、桃子がいない時点で揃わないから、現メンバーにいるメンバーに3期1人プラスするか、もう逆にこう他の若い子たちでやってもらっても、若い子たち、あ逆にね、桃子のポジション開けるんじゃなくて、あまあそれも5人別でみたいな、そう5人全員入れ替えちゃうか、まあ桃子のところ逆に開けるか、逆にそこに他の3期生入れて5人でやるかっていう、まあどれでもいいんですけど、ぜひあの可愛いあの
ドット柄のスカート履いてカラフルな衣装でやってるのが見たいっていうところで2曲目に選ばせてもらいました。そして3曲目がですね、蓮華が初のアンダーで座長を務めた曲でございます。俺全部読めてたわ、作曲と、Do My Best じゃ意味はないです、うん、これはね、あの時、まあ、現地であのアンダラ観戦してましたけど、ね、メッセで、メッセで、マカリメッセそう、マカリメッセで見てましたけど、もうあの時、当初まだ何歳だ、もっと若い、もっと若い、15とかで、15とかだよ、ね、15で、そう、高校1年生かぐらいの時の蓮華がアンダーで座長を務めるってなって、もうね、最年少の子が座長って思って、いや、えぐいぞって思ったけど、それでもあの会場の一体感を作れたあの曲、もうマジでかっこいいんで、まあそれで言うと直近で言うと多分アルノちゃんがねアンダラでやったと思うんだけど、ね、ね、ぜひとも蓮華バージョンでもう一回やってほしいっていうのがあるので、ぜひこの3曲やってほしいなと思います。 D3 は以上になります。はい、最後ね、 Day4 になります。 Day4 っていうところが2021年から2023年までとなります。まあ、ここはね、もう比較的もう最近まで、まあ今までというところになるんですけど、26枚目のね、僕は僕を好きになるからと最新シングル34枚目のモノポリーまでのシングルになります。まあ、ここはね、もう皆さん記憶に新しいかなと思いますので、まあね、僕が選んだ、まあその中でもね、僕はその中でもあんまり普段やんないかなっていう曲をね選んできました。はい、僕の1曲目、明日がある理由でございます。おー、いいね。こちらですね、26枚目シングル僕は僕を好きになるの曲で、あの昔のね高校生クイズの曲なんですよ。でセンターが岩本蓮華さん。そうね、そう、この曲はね、なかなかその普段やんないっていうところでめちゃめちゃいい曲なんで、ぜひねやってほしいと思います。2曲目、ゆっくりと咲く花です。おお、こちらはですね、ベストアルバムかな、ベストアルバムの方に入っている曲なんですけど、こちらがね、もともと2期生の曲なんですよ。うん、今も2期生がね、いなくなっちゃったので、ね、ぜひともね、全体で歌うっていうのも逆にありなのかなと思って、あ、そう、全体合唱で、そう、全体合唱でこの曲歌うのかなっていうのもありかなとも思ってて、いやね、これすごくね、曲がすんごいいい曲なのでね、ぜひとも聴いてみてほしいと思います。最後は、ね、ソロ曲になります。忘れないといいなですね。はい、こちらの方が29枚目のですね、アクチュアリーにね、披露されてる曲になります。これはね、あのキーちゃんのソロ曲になってて、でキーちゃんの卒コンがね、まあそのアンダーライブの前日とかにあって、まあ、全体でそのキーちゃんの卒コンっていうのがね行われてないっていうのもあって、なかなか全体ライブでねやる機会はね、まあ一回もなかったっていうところで、まあ、この曲をねぜひ他のメンバーに歌ってほしいなというところがあったので、この曲を選ばさせてもらいました。以上になります。続きまして、幼児が Day4 にねやってほしい曲3曲、こちらのコンセプトは全体ライブでもアンダー楽曲が聴きたいという。おう、いいじゃん。だからアンダー楽曲って、まあ、まずめったに全体ライブじゃやったりですし、やってもアンダーコーナーでアンダーメンバーがやると思うんですけど、これあえて逆にその選抜メンバーも入れてやったらいいんじゃないかな。なんかこういうライブだと結構ありそうだよね、なんかもっとぐちゃぐちゃで、と思いまして、まあ、あのそう、どうしてもさ Day4 って最近だから、正直普段からやってる曲いっぱいあるじゃないですか。だからそうなったら、じゃあ逆にこうちょっと発想をね変えて、あのアンダーライブ、アンダー楽曲をね全体ライブで見るのも見れたらいいんじゃないかなと思って選びました。1曲目、口ほどにもないキス。お、こちらは、26枚目シングルの僕は僕を好きになるので、ね、アンダー楽曲なんですけれども、こちらをね全体でやって、あの曲可愛い曲じゃないですか、アンダー楽曲っていう、アンダーらしからぬ結構可愛いに振った曲だよね。だからちょっとね、あのやってみてほしいな。で、あの全体ライブであの規模で、ね、みんなで笑い言いましょう。
コールで笑って笑サビのコールでね笑ってあのコールちょっとね面白いんでちょっとみんなでやれたら楽しいんじゃないかなと、ね、はい思いました。2曲目が、ハードトゥーセイ。おお、うんうんうん、こちらのベストアルバムねタイムフライズに入ってた、はい、収録されてたアンダー楽曲なんですけど、うん、まあその時のアンダーメンバーっていうよりアンダーを経験したメンバーでね、構成されてる。一度でも経験した人がっていう感じで、当時ね多分入ってない子で言うと2人ぐらいしかいなかったの。真夏さんとヨダちゃんとかいるほとんどみんなみたいな、うん、そう。なのでこれをねこれ全体でやってほしいですね。もう選抜メンバーとかじゃなくて、うん、あそうもうすごいかっこよくてね、いい曲なので、いやこれマジかっこいいよね。全体楽曲みたいな感じで、ね、全員でこうやっていただけたらねすごい盛り上がるんじゃないかなと、うん、思いました。じゃあラスト3曲目、思い出が止まらなくなる。まあ、これもねもう皆さんご存知34枚目シングルのモノポリーに最新シングルですね収録されてて、この間ねアンダラが終わったばっかりなんですけれども、そう、ね、これは逆にだから選抜メンバーだけでモノポリーのメンバーでやってほしいなって、ね、いや要はもう全く入れ替わりみたいな、だから逆に言えばモノポリー、まあないでしょうけど、モノ最新シングルアンダーメンバーだけしかやりませんとかねないでしょうけど、そういうのねあっても面白いんじゃないかなって思ったんで、で特徴としてはこの3曲どれもちょっとアンダー楽曲っぽくない曲を3曲選びました。口ほどにもないキス、ハードトゥーセイ、思い出が止まらなくなる。こう一番アンダラ好きの身としては、うん、アンダーズラブとかを急に選抜の全体メンバーでやるのも、あアンダーコーナーでアンダーメンバーがやるならいいんですけど、うん、他のメンバーがやるのは、ね、でもちょっとなんか違うかなと思いまして、こうどっちかっていうとアンダーズラブは重いか、アンダーズラブとかさなんだろう、錆びたコンパスとかさ、この時期だと、この辺の曲はちょっとまあアンダー楽曲としてこう大事に温めときたいなみたいなのが個人的にあるので、まあこう割とアンダー楽曲の中でもこう盛り上がって楽しいようなね曲をね3曲、メンバー問わずね、アンダーメンバーにこだわってとかじゃなくて適したメンバーっていうかでやっていただけたらね楽しいんじゃないかなと思ってこの3曲を選びました。Day4 ラストオレンジなんですけど、コンセプトがまあ好きな曲っていうところと、まあライブで盛り上がる曲かなっていうところで3曲ピックアップしてきました。まず1曲目ですね、大人たちには支持されない廉価や廉価やってなるんですけど、まあこれは逆に俺は今5期生にやってほしい。あまあ多分、ね、世代的にも、ね、世代的にちょうど ねいいっていう部分もあって、5期生にぜひこの曲をかっこよく歌い上げてほしいなっていうので選びました。もちろんね3期生バージョンも大好きです。もうすごくかっこいい曲ですし、なんで多分盛り上がると思うので、ぜひ他の期生のメンバーにもやってほしいなっていうところで、あとすげえいい曲なのに意外とこの曲知られてないんだよね。あまあ、知名度っていう部分でなんか結構知らないっていう人が多いイメージです、まあ、全体でもあんま取り上げられない。なんか、うん、3期生楽曲としてこうライブでやるときにあんまり出てこない。出てこないね、なかなかやんないかも、ね、確かにそう言われると出てこないね、この曲出てこないかもしれない、うん、だからすごい知ってもらうにもいい機会かもしれないですね、うん、ぜひいい曲なのめちゃくちゃいい曲だ。あそっか、なんか言われてみるとなんかあんまり確かにね、3期生全体ライブの時の期生曲ってなるとね、他に自分じゃない感じとかそっち行っちゃうもんね、うん、3番目の風時々メキメキ、うん、そっちの方に行くから大体。あと最近だとブランニューデイとか、ブランニューデイ、うんだね、僕が手を叩く、そうその辺が人気だよ、ね、うん、だからぜひね期生曲にもねいろいろな名曲がまだあるんで、ぜひ知っていただけたらなと思います、うん。2曲目、こちらは、僕がすごくいつだったかの全体ライブで見た気がします、マシンガンネイン。あーやってたね、いいね、あれ演出自体もすごいライブ映えする楽曲だし、ね、3年ぐらい前に遠藤さくらちゃんがねセンターでやってたもんね。そうね、
っていうのもあって、まあこれは3年前か3年ぐらい前だと思って、時が経つの早いな早いな今すぐ言われてあーってなったけど、それ3年前なんだ。3年ぐらい前とか2021年とかそんぐらいだと思う、ね、2021年の前日とか。そう、まあ、これもどっちかというと、まあ、アンダーメンバーにやってほしいっていうよりかは、これに合いそうなかっこいいメンバー揃えてやってほしいっていう感じかな、個人的に。ということで2曲目マシンガンレイン上げさせていただきました。そして3曲目、あのかっこいいかっこいいってきたんですけど、ラストは可愛くいきましょう。好きになってみた。おー、結構ね、この曲好きでして、多分前日かなんかの時に多分毎公演でやってたかなって、アンコールかなんかでやってたねやってたなっていう印象があって、それもあってこう、まあ、センター山下美月さんですけど、すごく可愛い曲なので、まあ、これは全体でやっていただいてもいいですし、こう可愛い系メンバー集めて、それだけのチームで組んでやってもいいしっていうところで、ぜひ、みんなで可愛いメンバー見て盛り上がろうっていうところで3曲目に選びました。レンジの Day4 は以上になります。はい、ということでね、今 Day3 と Day4 の曲をね、お互い3曲ずつ選んできました、はい、なかなかみんなコンセプトとかも違って、僕は結構一貫してこのこういうバスラだからこそやる曲みたいなのを結構一貫してやってたんですけど、まあなんかね、あの規制曲を他の木にやってほしいだったりとか、まあその盛り上がるだったり楽しい知ってほしいみたいなところでね、まあいろんなね曲、本当にその Day1 Day9 の曲とってもすごいたくさん曲があるので、ぜひ、まあ、ね、結構いろんな選択肢がそれだけでも出てくるのかなって、だって実際まだあの全半見てない方に前編見てほしいんですけど、うん、結局トータル36曲上げたわけじゃないですか、前編、ね、後編合わせて、かぶ、うん、ったの2曲だけでしょ。あ、そうだね、でもなかなか、そう、無口なライオンとトキトキミキミキがかぶったの、うん、だからそう考えると、だいぶ外しに行ったんだけどな俺他の無口なライオンかぶるかと思って、かぶっちゃいます。なるほどね、いい曲だもん。いい曲だ。もう MV 見てほしい、ほんと。だから逆にね、そういう古い曲で最近好きになって知らないファンの方には、いやほんと、ぜひそういうカップリングにもいい曲いっぱいあるんで、ね。いやほんとに。いやもうなかなかさ、今から、俺はちょっと前から知ってて、それこそ今ある曲の半分ぐらいの曲っていうのは、まあ、その時代を追うごとにその追ってきた身なんだけど、うん、今から入ることって曲がもうだって250曲以上あります、シングルも30何枚あります。じゃあ何から聴いた方がいいんだろうってなっちゃうと思うから、まあ、なんかこういうバスラとかで初めて聴いた曲とかでいい曲だとかあったら、もうその都度聴いてほしいなみたいなね、うん、思いますよね。本当あれですよね、あの4日間こうやって何全部同じ公演を4回やるんじゃなくて、うん、こうコンセプトがあって4日間こう違うライブをやるじゃないですか、うん、これはチケット4日間欲しくなっちゃいますよ。そうだよマジ、なんかでも欲しくても手に入んないのよ本当にでも1枚しか持ってないからね。そう、お金さえあればさ買える状態だったらさ、あのうまいなって、そのねマーケティング的にうまいなみたいな話になっちゃうけど、うん、ずるいって手に入んないのに4日間帰宅させるのは本当に、このジレンマがありますよね。セットリストが完全に4日間一緒な曲1曲もないってことだもんね。ないよか、まあいや分かんないけどね、その例えば最初と最後はもう決まってて、うん、コーナーがその ある可能性もあるけど、その可能性もでもまあ全く同じセットリを4日間やるってことはないだろうね。そうね、ないんじゃないかな多分、もうこの明言してるから分かんないけどね、どうなんだろうね。そこも踏まえてね、すげえ多分、でも、ね、もしそうだとしたら全曲本当に違うとしたらメンバーの負担やばくねって話ですけど、本当に今の時期だったらやばいと思うよ。昔なんかエースでね4日間で全曲披露とかやってたけど、あの時とんでもなかったよ、と。いやめちゃめちゃ楽しみだわ、うん、いやなんかもうどん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 この話していけばしていくほど、この12枚目12フスのバスラがね、うん、楽しみになりますね。いやとりあえずチケット頑張んないと。頑張ろう。じゃあこの動画がねいつ出てるかわかんないんですけど、はい、まあ、皆さんがねチケット取れてればね
ぜひ一緒に楽しみたいです。僕らも行きたいです。はい。まあ、コロナはね、一応最初に元にも話したんですけど、Day 3、Day 4ということで、今回後編の動画になっているので、Day 1、Day 2のね、曲の紹介の方はね、前編の動画にありますので、多分こっちのバナーとか、下の概要欄とかに書いてあるので、ぜひそこからね、前編の動画見てない方いらっしゃいましたら、前編の動画もね、ぜひご覧の方にご覧ください。お願いします。はい。はい、じゃあね、この動画を見てね、12周年バスラー、デイ3、デイ4も楽しみたいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、コメントの方、よろしくお願いします。それでは、次回も楽しんで、行きましょう。